ントのコーナー、今日は映画プロデューサーで俳優の小川夏香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川さんは先月に続いてのご出演ということになります。小川さん、実は東京から去年ですか、姶良市に移住されたんですよね。はい、8月に移住してきました。そんな小川さんが姶良の中で一番お気に入りの場所というのがこちらです。これは重富海岸ですね。朝の風景ですね。そうですね、初日の出を狙って撮りに行きました。去年、はい、ご自身で撮影された。そうですね。重富海岸の魅力って何ですか？そうですね、静かで穏やかで、ここから見える桜島がすごく好きです。ご自宅から歩いて通えるぐらい？はい、もう毎週必ず行ってますね。やっぱりその移住先を決めるにあたって海の近くっていうのはポイントだったんですか？そうですね、自然に触れ合いたいなと思って、やはりせっかく鹿児島に住むならというので、桜島の見える場所がいいなと思って姶良に決めました。やっぱり波の音とか潮の香りが日常にあるっていうのはいいですよね。そうですね、ここはまた干潟があったりなんかしてね、本当にいい海ですもんね。美しい写真ですよね、はい、さあ小川さんがプロデュースされました映画 GO 僕らの道しるべ、これは前編鹿児島ロケで撮影されたんですけれども、この重富海岸のシーンも出てくるんですよね。そうですね、たくさん出てきます。子どもたちが走り回ってるシーンだとか、いろんな遊んでいるシーンを姶良で撮りまして、はい、このシーンですよね。主人公の子どもの時の、人格を形作る非常に重要なシーンなんじゃないですか？そうですね、監督の伊地知の祖母の家が姶良で、でそれで子どもの頃からこの辺りっていうのをたくさん遊んでいた場所だったので、それを映画で描きたいというところで姶良でたくさん撮りましたね。この映画 GO は主人公の成長とともに日本の四季や自然を鮮やかに描いた作品として上海国際映画祭にもノミネートされました。今お話がありましたが、伊地知監督鹿児島出身、撮影もやっぱりふるさとですからこだわりがあったでしょう。かなりありましたね。重富海岸ではどういうこだわりがあったんですか？そうですね、この夕日のタイミングをかなりこだわっていて、映画自体がこの人生の一瞬一瞬の尊さ、大切さを描いているんですけれども、マジックアワーと言われている朝日と夕日に撮影がしたいというので、本当に一瞬で過ぎ去ってしまう中での撮影がすごく大変でしたね。ほんの数分ですもんね、はい、いわゆる皆さんはスタッフの皆さんは天気待ちっていう状態ですか？そうですね、キャストもそうですし、まだかまだかと、はい、2021年の8月に撮影をしておりまして、この8月が晴れた日が3日間しかなかったんですね。なので大変でした。で、ね、撮影できるになったとしてもですよ、はい、役者さんセリフがあるわけでしょ、はい、どうですか？ドキドキですよ。考えただけでドキドキしますし、やっぱり俳優さんってすごいんだなって思います ね。だって NG 出したらもう次の日ですもんね。はい、もうこういう時に限って NG が出てしまったり。わかるわ。はい、姶良市では他にも映画の中では中津野の田園風景ですとか、さっきちょっと出ましたね、鉄橋のシーン、別府川でも撮影されたんですね。はい、いやもう姶良の美しさ満載じゃないですか。そうですね、この撮影もあって姶良が好きになりました。あ、それで、はい、そうかそうか、この時はまだ住んでなかったんだ。そうですね、東京と行き来していましたね。本当に素晴らしい映画になったようですが、そしてですね、小川さん、さらにはこの本業の映画とは別に e スポーツのイベント運営もされているそうで、はい、ちょっと写真をお借りしたんですが、これは
体験会、うん、体験会ですね。楠の湯温泉センターで体験会を開催しました、うん。e スポーツにはお詳しいんですか？全くそんなことはないんですが、でも子供の頃ゲーマーで、うん、実は兄と弟がいたので、よくゲームで遊んでいました。世代的にはファミコン？そうですねそうですか。でもe スポーツも、まあまあ、おそらく皆さんご存知かと思うんですけども、コンピューターゲームをチェスとか将棋みたいな感じで競い合う大会ですよ ね、 ね、はい。これ今競技人口がすごく増えてまして、世界大会とか行われてますもんね。そうなんです。どういう意図を持って運営されたんですか？そうですね、これは愛良市の会長記念で、愛良で大きくイベントをやりたいっていうので、愛良市が e スポーツはどうかっていうので開催されることになりました、はい。そしてこの e スポーツフェス、愛良市で12月にもイベントを予定していまして、その時小川さんは司会をされる。よかったら告知をどうぞ。ありがとうございます。12月8日日曜日に愛良市、B ラインスポーツパークで、e スポーツフェス体験、e スポーツフェスが行われます。はい。次世代スポーツ波動だったり、プヨテッド2などさまざまなゲームがありますので、ぜひ皆さんお越しください。ここに来ると小川さんにも会える。はい、ぜひ皆さんお越しください。